はい、どうもこんばんは。あ、髪切りました？そうなんですよね。やっとですよ。もうやっと、まあ、美容院に行くことができました。どうもありがとうございます。もう、遡ること、2週間前ですよね。ね、2週間前から僕美容院に行ってたんですけど、満員なんですよ。そう、毎回満員で、もう切ってくれなかったんですよ。あ、予約はって？僕、予約しないんですよ。なんで予約しないかって？めんどくさいから。そう、めんどくさいのと、この自宅から徒歩1、2分で着くんですよ。そう、美容院に。そう、だから、毎回予約しないで、そう、行ってたんですけど、やっとですよ。で、今回は、こちらをご覧ください。はい、ラストロックスターズの、これにしてくれと。本当に見せてんのって？僕、本当ですよ。僕、毎回、ヨシキちゃまの、まあ、今回これでいいや、これでいいやって、そう、スマホで、あ、これで、これで、みたいな。そう、毎回見せてるんですよ。まあ、ちなみに、まあ、担当の美容師さんは、30代ぐらいの女性の方なんですよ。そう、30代ぐらいの、まあ、女性の方で、もう何も言ってこないです。あ、ヨシキさんですね、だけは言ってくるんですよ。そう言ってくるんですけど、まあ、それ以外の会話とか何もないんですよ。まあ、量は楽。美容院でさ、もう、しつこくさ、なんかさ、聞いてくるやつってうざくない？うざいですよね。本当、これにしろって言ったらこれにすればいいんだってね。本当に。そう。で、僕 YouTube やってるんで、もしこれでね、ダサいとかさ、不評だったら、損害賠償を請求するからな、みたいな。まあ、それだけ言っておきましたっていうことで。まあ、嘘なんですけど。はい、ということで、まあ、今日なんですけど、バンド紹介しようと思います。で、今日紹介するバンドは、前回、まあ、ビジュアル系四天王から、ラクリマ・クリスティさん紹介したんですよ。ね、ラクリマ・クリスティさん。まあ、動画をご覧になられた方もいらっしゃると思うんで、どうもありがとうございます。で、今回は、まあ、ついでに、マリス・ミゼル行きますか。で、マリス・ミゼル。まあ、これといって特に理由はないんですけど、シャズナと FC、ね、シャズナとファナティック・クライスは、まあ、今でも活動してるんで、まあ、どうでもいいかなみたいな。で、マリス・ミゼルって、まあ、訳ありというか、まあ、問題があるバンドじゃないですか。そう。なので、マリス・ミゼル、まあ、今回は紹介しようと思います。で、早速行こうと思うんですけど、まずはじめに、こちらをご覧ください。もうさ、知らないやつが多すぎて。これ、何かと言いますと、まあ、海外の方が、まあ、違法アップロードで、去年の、ヨシキチャンネルだと思うんですけど、まあ、コメントが面白かったんで、まあ、ちょっと読んでいこうと思います。ジョージさんの、左隣の方は、若い時の、ヨシキさんですか？これ、ガチで書いてるからね。今現在の、ヨシキさんと、31年前の、ヨシキさん、同時、存在されてるのですか？編集か何かで、まあ、切り抜いて、つなぎ合わせてみたいな。そんなわけないでしょ、本当に。確かに、V2 くらいの時の、ヨシキに、見えますね。外国のミュージシャンの方ではないですか？と、コメントしようとしたら、笑った時の、口元などが、そっくりでした。まあ、ここから下読まないんですけど。だからさ、ヨシキチャンネルを、まあ、ご覧になられてる方って、まあ、メジャーバンドしか知らない方が多いわけじゃないですか。ね、中にはさ、ヨシキちゃまと、仙人とさ、バンダナぐらいしか、まあ、ご存知ない方いらっしゃると思うんですけど、上條さんだって、まあ、以前にというかさ、もうラレールもベルサイユも、ね、上條さんもこのチャンネルで紹介してるから、もう一度ぐらいはさ、見てくれよって話なんですよね。あなたたちが大好きなヨシキちゃまと同じ今年でしたっけ？ね、来年でしたっけ？ね、LA で、LA に活動拠点を移すんですよ。ね、ソロとして。ね、上條さんね。で、このコメントを見て、まあ、マリス・ミゼルでいいかなみたいな、紹介するバンド。まあ、どういうことかと言いますと、上條さんはベルサイユの前身がラレール。ね、ラレールの、前が、マリス・ミゼルのローディーやってたんですよ。そう、マリス・ミゼルのローディーやってたんで、じゃあ、マリス・ミゼル今回紹介しようかなみたいな。はい、そんな感じでございます。で、早速、バンド紹介に移ろうと思うんですけど、まずはじめに、写真ですね。初めて見た。これ誰みたいなね、思われてる方いらっしゃると思うんですけど、これマリス・ミゼルですよ。
これマリス・ミゼルの初期中の初期ですよ。もう一番初めですよ。あの4人しかいないじゃないですか。ドラムいないです。そう、ドラムガズっていう方が加入するんですけど、これ金髪いるじゃないですか。これ金髪が鉄っていう方で、本名が高野鉄なんですよ。今現在シンガーソングライターでしたっけ、だったと思います。で、まあそれ以外がコウジ、マナ、ユキとね、3名になっております。僕もこの写真は初めて見ました。で、マリス・ミゼルってボーカルガックンでしょみたいな、ガクトがボーカルでしょみたいなって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、まあ1期、2期、3期で分かれてるんですよ。まあボーカル3人いたんですよね。第1期がテツっていう方で、2期でガックンですよね、一番売れたんですけど、で3期で、クラハっていうね、僕も詳しいこと分かんないですけどね、いつこいついなくなったのみたいな。そう。そう。1期、2期、3期で、そう、分かれてるんですよ。で、これが、まあ、初期の、写真になります。で、次に、まあ、メンバーの方、見ていこうと思います。まあ、調べたら、もう、3人しかいないんですよね。ね。はい、活動期間が92年から、2001年と。まあ、2001年なんですけど、まあ、復活してますよね。まあ、この辺に出せたら、出しておこうと思います。で、まずこの、ツインギターと、ベースの、隣、全身バンドなんですけど、まずマテンローっていうバンドご存知ですか？マテンロー。ね、このチャンネルでは、マリス・ミゼルだけ紹介するわけではないんですよね。はい、過去のまあ、音源もないような、クソインディーズバンド、まあ、いわゆる無名ですよ。そう、無名バンドも、紹介していこうと思います。で、マテンローは、コウジさんと、マナさんですね。はい、所属してました。これが、マリス・ミゼルの前身です。1990年から、92年、約2年間、活動してた、バンドらしいです。で、コウジさんと、マナさんの、まあ、前身バンドにあたるこのマテンローなんですけど、これって思いません？まあ、ギターは、まあ、コウジさんなんですけど、ベースだったらしいですよ。ね、マナさんって。ね、リーダーの罠。僕も知らなかったです。で、このマテンローの、メンバーの写真は、こちらですね。はい、ザ80年代、90年代ですみたいな。もうこれ、写真見てもさ、誰が誰だか全然わかんないです。で、次は、まあ、ゆうきさんの、マリス・ミゼルの、前身ですね。はい、こちらをどうぞ。はい、ゼロ。っていうバンドだったらしいです。で、これクエスチョンマーク活動期間なんですけど、情報出てこなかったです。そう、出てこなかったんで、まあクエスチョンマークで、解散したのは、92年です。で、マリス・ミゼルは、まあ92年の、終わりぐらいですよね。に、結成した、バンドになります。で、まあ、ゆうきさんは、ベースと。で、ゼロの、写真なんですけど、こちらをご覧ください。これさ、昭和の連続殺人犯のさ、似顔絵みたいになってません？写真がないのこれ。本当に。これ、指名手配犯のさ、似顔絵になってますよね。はい、ということで、コウジさんと、マナさんと、ユウキさんの、マリス・ミゼルの、全身バンド、紹介は以上になります。で、次に、関係者ですね。もう関係者も多いわ、これ。7名いるんですけど、で、下の2名は、サポートです。SD と、SK、サポートドラムのシュート、サポートキーボード、カズネって言うんですかね。僕も全然わかんないです。で、これ、ボーカル、3名ですね、脱退しております。で、ドラムが2名ということで、まず、クラハさんですね。クラハさんに、ガックンに、テツ、もうボーカル全員辞めちゃいましたっていう、ですよね。で、ドラムが、これ初期のドラムですね。ガズっていう方だったらしいです。で、ドラムの、神さん、ね、ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、亡くなったんですよね。ガックンが、まあ、逃亡するんですよ。まあ、いなくなって、もうその翌年に、蜘蛛膜下出血でしたっけ？ね、何か病で、そう、亡くなった方になります。で、これ、神さんのさ、全身バンドも、ニュークリッドロマンスですよ。ニュークリッドロマンスってそんな古いんですか？調べたら92年とか93年ですよね。ですよね。僕ツイッターでニュークリッドロマンスの誰か覚えてないです。ボーカルかギターですか？なんかアカウントあったんで、あ、こいつらまだやってんだって。そう、思いました。まあ、ちなみに、これガックン、ボーカル P ってあるじゃないですか。ボーカルと、ピアノです。
で、ケインズフィールっていうんですか、あの全身バンド、そう、マリス・ミゼルの前にこれケインズフィールかどうかわかんないんですけど、ガックンは、もともとドラマーですから、そう、このケインズフィールはドラムとして、所属してたっていう、まあご存知方多いと思うんですけど、はい、メンバー紹介は以上になります。で、次は、マリス・ミゼルの、作品ですね。はい、これデモテープは、初期です。あのガックンの作品ではないです。ガックンが歌ってないです。そう、あの第1期のテツっていう方が、歌ってる、そう、歌われてる、作品になります。で、このマキシングルからガックンなんですよ。で、これ麗しき仮面の招待状と、ファンクラブの、名前ですよね。これマシェリね、愛しい君へっていう、もう曲はクソダサいんですけど。で、次はシングルの方を聞いていこうと思います。はい、皆さんこれですよね。まあマリス・ミゼルといえば、まあこのどれかですよね。ですよね。で、次は、マキシングル、見ていこうと思います。はい、このマキシングルなんですけど、第3期の、クラハっていう方の作品です。そう、歌われてる、作品です。そう、マリス・ミゼルとして、まあ、リリースしてるんですけど、まあ、ガックンでもテツでもなく、第3期のボーカル、そう、クラハっていう方が、歌ってます。曲ですか？全然よくね。そう、まあ、YouTube にあるんで、まあ、気になる方は、まあ、一度ぐらいは、聞いてみてください。で、次は、アルバムですね。で、まず、この上の、メモなんとか、DX とか書いてあると思うんですけど、これが、インディーズの、アルバムになります。で、真ん中の、ボヤージュと、なんとかと、なんとか長いやつあるじゃないですか。ね、3枚リリースされてると思うんですけど、これは、ガックンの、ボーカル。ガックンがボーカルを務めた、作品になります。で、一番下、バラの、聖堂ですか。まあ、これは、まあ、クラハ。っていう方が、ボーカルを、務めた、作品になります。で、次は、ベストアルバムですね。ベストアルバムがリリースされてること自体僕は分かんないです。僕あのガックンでガックンいなくなったじゃないですか。で、僕聞くのやめましたもん。そう、マリス・ミゼルは。で、ベストアルバム、3枚、リリースされております。で、メジャーバンドなんで、タイアップですね。はい、このタイアップ、上2曲が、ガックンで、下の2曲が、クラハっていう方が、まあ、ボーカルで、歌ってる曲だと思います。で、次は、CD の売り上げ枚数ですね。まずシングルの方から、見ていこうと思います。はい、まあ、予想が当たった方、いらっしゃると思うんですけど、まあ、この辺ですよね。だって、ガックンしか、ね、知らない方いらっしゃいますよね。マリス・ミゼルといえば、ガックンのバンドじゃないのみたいな。ね、ガクト以外にボーカル誰かいたのって、ね、思われた方いらっしゃると思うんですけど、まあ、ガックンの時代、ガックンの頃が、一番売れてたと。まあ、そりゃそうですよね。はい、1位は、ゲッカですか。まあ、僕、オルボワールか、まあ、ベルエールだと思ったんですけど、まあ、1位ゲッカらしいですよ。168,090枚になります。で、2位が、イルミナティと。で、3位が、オルボワールと。まあ、ちなみになんですけど、まあ、この5位の再会の地とバラで、この曲は、まあ、第3期の、まあ、クラハが、歌ってる、作品になります。で、これで最後ですね。はい、まあ、ここから先、何かリリース、まあ、してるかもしれないですけど、まあ、僕が調べたところ、まあ、これで、全部だったと思います。はい、シングルの、まあ、売り上げ枚数は、以上になります。で、次は、アルバムですね、見ていこうと思います。はい、まあ、ちょっと読めないんですけど、まあ、マリス・ミゼルといえば、この1位のアルバムですよね。まあ、307,450枚っていう、あの初回限定がさ、あの本になってるやつですよね。ペラペラペラってですよね。あのガックンがさ、羽生えてこうやって座ってるやつですよね。わかりますよね。羽生えてこうやって座ってるやつですよね。はい、ということで、まあ、以上をもちまして、マリス・ミゼルの、シングルと、アルバムの売り上げ枚数の、紹介は、以上になります。で、最後に、マリス・ミゼルといえば、ガックンどこ行っちゃったのと、ね、いつの間にかいなくなっちゃったんじゃないのみたいな、何があったのかっていうことなんですけど、で、読んでいこうと思います。1998年、12月に、フロントマンである、ボーカルの、ガクトが、突如、行方不明になる、
ワイドショーや、メディアでは、雲隠れと、報道された、理由は、後に、GACKT が、メディア出演では、僕の出番が、増えるたびに、孤立していった、メンバーが、GACKT 対、4人に、分かれ、誰も、仲介、フォローに、入らなかった、加入前に、経験した、お金の問題で、僕が、犯した過去の失敗を、繰り返さないように、何回も、話したが、伝わらなかった、最後の、ミーティングで、メンバー全員と、事務所の社長から、お前とは、もうやれないと、言われた。で、まだ続きます。どうやって、GACKT のいる、マリスを、終わらせるかという話になった時、CD を出せばいいと言われ、ファンを、舐めるなと、一括して、出て行った、お金の問題、自覚の違い、やらなければ、いけないという、脅迫観念が、いろいろ重なって、悪循環になった、皆、どこか、病んでいたから、仕方なかったと、ガックンは語っていると。まあ本当かどうかわからないです。そう、本当かどうかわからないんですけど、まあウィキペディアではまあこのように、まあ書いてありました。はい、ということで、まあ以上をもちまして、マリス・ミゼルと、マリス・ミゼルの、前身バンド、紹介しました。何かありましたら、YouTube のコメント欄に、お願いします。まあ、ちなみになんですけど、マリス・ミゼルの、おすすめする曲ですか？あまり好きじゃないんだよな。まあ、ガックンは、まあ、上手いのはわかるんですけど、僕、声質が好みじゃなかったんですよ。そう、好みじゃなかったんで、まあ、マリスも、まあ、ラクリマ・クリスティほどではないんですけど、まあ、聞いてなかったバンドなんですよ。まあ、ただ、まあ、当時、ビジュアル系してんの、で、まあ、呼ばれて、まあ、一世を風靡してた、まあ、バンドなんで、まあ、聞いたことない方は、タイアップからですか。まあ、ガックンがボーカルを務めた、まあ、作品から聞いた方が、まあ、聞きやすいんじゃないかと。あの、一気はきついと思いますよ。あの、一気の鉄って。ですよね。まあ、これも好みかもしれないですけど。はい、そんな感じになります。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。